はい、どうも、よろたかですね。本日はですね、ロングとなっておりまして、なんでかというと、収まらないからですね、勝負で。なので、今回で、ね、言いたいことですが、今回のね、アップデート情報ですね。これで、高橋選手とマリー選手がね、打撃モーションがね、変わってるところで、牧選手もリレースター車ついたらしくて、柳田選手もね、変わってるんで、また、なんか、面白くなってくるんじゃないかと。楽しみですよね。あと不具合情報の方でも広沢佳純選手のなんかコールの誤りとか松永選手の装備品とかなんかいろいろ書いてあるんで、松永選手、広沢選手も出るんじゃないかということで、スコアバトルもね来てますし、今回はですね、いろいろね、その OB5 段の、登場選手4人について、登場選手以上ですね、出る可能性が高いで、この4選手をね、ちょっと紹介していこうかなと思います。まずね、最初が、リー選手ですね。リー選手は、2018年の、シリーズ2でね、登場しまして、ライト D、高弾道で、メイト86、パワー80、走力65で、もちろんこれ、ロッテ純正は必須ですし、12球団だとどうなんだろうね。超アベヒ、パワー控え、チャンス。でも、背高いから、なんか打ちやすそうな気はするけどね。こういうフォームですね。はい。で、続いて、ヤクルトの、広沢克実選手ね。見ていきましょうか。広沢選手もね、ヤクルト純正必須で、アーチスト。で、ミート80、パワー76で。パワー不足はね、若干感じなくはないですけれども、超広角でね、アーチ回、チャンスで。パワーね、もちろん90以上いきますから、ヤクルト純正はね、絶対取りたいですよね。これ取らないと始まらないですよね。で、次はオリックスの松永選手ですね。松永選手は2016年シリーズ1の TS でね、失礼しました。2016年のシリーズ2の OB ですね。OB で登場しております。サード B。守備良くて、ラインドライブで、ミート81、パワー74。で、両打ちっていうのも面白いですよね。ショートもできて。これ僕欲しいなーって思ってます。すごい。超ライドラでね、パワー上がるし、アビヒでミートもね、上がるんで、第3得のもね、ちょっと注目したいですよね。フォームは、なんかフォームが、なんか面白いですね。で、最後が、広島の高橋選手ですね。これのシルエットが高橋選手です。で、ミート75、パワー73、走力80と。ショート B で、右投げ両打ち。広島純正もいらないかな。いらないって言ったら、失礼なんですけど。必須ではないかなって感じですかね。こんなもんでね、予想は、終わりでね、僕は阪神純正やってるんで、阪神で、僕としての予想としては、そうですね、井川選手あたりが、出るんじゃないかなと。僕的にはね、予想はしております。はい、井川選手は別に、強くはないんですけれども。取ったらね、使ってみたいなとは思いますよね。こんな感じでね。下にスタートダッシュも来ますし。井川選手こんな能力ですね。タイピンあります。で、そうですね。明日ね、明日スタートダッシュでも行きますし、そうですね、スタートダッシュのね、動画もね、出したいと思いますし、あとね、ノイジー選手を使うかどうか、そういうこともね、あとマンスリー、そう、このマンスリー感謝祭が本当にひどかった。この S10 皆さん出ました。ね、ちょっと結果をね、コメント欄で教えてくれるとありがたいです。ではね、こんな感じでね、次回はね、S30 とか、いろいろ契約書を開封していこうかなと。契約書とガチャかな。その動画出したいと思うんで、ぜひ見てください。これで、ね、ありがとうございました。